知って得するアドバイス、今よりももっと簡単に痩せる方法が実はあるんです。世の中には減量効果のある野菜というものが存在しています。今回の動画を最後まで見てもらうことで、減量効果のある野菜とは何なのか、今よりも少しの運動で楽に痩せることができる方法というのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、減量効果のある野菜ということで5つ紹介していきます。野菜自体はどれも体にはいいんですけども、野菜の種類や調理方法などによっては栄養が失われることがあります。栄養の高い野菜、栄養の少ない野菜、それぞれありますから、減量効果のある野菜をピックアップして紹介していきます。今行っている運動にプラスアルファするだけで、今よりも痩せるスピードがぐーんと上がってきます。めちゃめちゃラッキーですよね。では、いきます。一つ目、ほうれん草です。いろんな料理に簡単に使うことができますが、ウニほうれんとか最高ですよね。このほうれん草がとても体重を減らすために優れた働きがあります。それは、炭水化物の浮遊量が少ない。主成分は水とタンパク質。茎には食物繊維が豊富に含まれています。そしてほうれん草には数えきれない栄養素がふんだんに含まれています。様々なビタミン、鉄分、マグネシウム、カルシウム、最高です。調理方法としては、湯がいておひたしとかにしてしまいがちですが、茹でるとカルシウム、鉄分、マグネシウム、様々な栄養が失われてしまいます。ベストとしては炒めて食べることが効果的です。2つ目、きゅうりです。暑い時期にきゅうり美味しいですよね。ちょっと塩を振って生でパリパリとスティックにして食べたら美味しいですよね。このきゅうりなんですけども、タルトロン酸というのが含まれていまして、炭水化物が脂肪に変化するのを抑える役割があります。めちゃくちゃ嬉しいっすよね、それ。キュウリにはセルロースが含まれていて、消化を穏やかにしてくれますので、毒素を排出したり、コレステロール値を下げてくれる役割があります。おすすめとしては、キュウリ1本にレモン汁を少し垂らして、お水で薄めて、ミキサーかけてゴクッと飲んでください。3つ目、パプリカです。パプリカも痩せる効果が実はあるんです。体重を減らすための秘訣としては、パプリカを生で1日少し食べてみてください。カリフォルニア大学の研究によると、パプリカはカロリーの燃焼を促進する働きがあるという研究結果が出たようです。最高ですよね。ピーマンよりパプリカのが私は好きです。パプリカにはカプサイシンが豊富に含まれていて、体温上昇を促す成分で体重減少に促進される成分があります。4つ目、トマトです。もうトマト。体作りしてる人の弁当箱見たらいつも入ってますよね。プチトマトとか。このトマトもとっても栄養が豊富です。たくさんのビタミン、リン、カルシウム、亜鉛、カリウム、ナトリウム、マンガン、もう最高に含まれてます。このトマトも体重を減らすためにめちゃめちゃ効果のある優れた野菜です。できれば生で水なんかと一緒にミキサーかけて飲んでください。5つ目、玉ねぎとニンニクです。これはもう本当に体にいいっていうのはわかりますよね。ニンニクなんか食べ過ぎたら鼻血が出ちゃうとか、玉ねぎなんか犬が食べちゃうと死んじゃうぐらい栄養が強いとか、この2種類も体重を減らすためにとても優れた野菜です。体内に蓄積した毒素や余分な脂肪を排出してくれます。肝機能の促進や心臓血管の健康維持などにも役立ちます。体重を減らすためのニンニクと玉ねぎの取り入れ方としては、空腹時にコップ一杯の水とニンニク一片を食べてください。玉ねぎはみじん切りなんかにして、またはスライスにしてサラダに加えて取り入れてください。ということで、今回は体重を減少する野菜5つということで紹介しました。どれも食べてなかったよって方はですね、もう取り入れてください。痩せるスピードが上がります。ですが、何かを続けて必ず痩せるというのは体が人それぞれ違いますので、そこはあしからず、栄養素的にはとてもダイエット効果のある野菜ということでした。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからもダイエット効果を上げるために様々なアドバイスをしていきます。チャンネル登録されてない方はよかったらよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。